どうも、今回は TOKIO の城島茂さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。城島茂さんの性格は意志が強く、人に惑わされることなく一つのことを貫く性格です。自分の信じた道を人に頼ることなく歩んでいきます。そして一度決めたことは最後まで諦めません。有言実行型で、先々を見通した計画をしっかり立て、大胆かつ慎重に行動していきます。たとえ困難があってもくじけることがなく、パワーと知恵がありますから、軽々と乗り越えていきます。運を自分で引き寄せ、チャンスをつかみます。仕事をバリバリとこなしていき、若いうちから注目を浴びて成功するでしょう。時にはやや強引に物事を進める面もありますが、謙虚さをアピールするようにすれば、多くの人がそれを支持して力になってくれるので、最終的には自分の思い通りの成果を上げます。目標設定を高くすればするほどやりがいを感じ、成功は大きくなります。もともと社交が苦手で、初めて会う人とはどうしても緊張してしまい、うまく自分が出せません。愛想がなくて気難しく、クールな印象を与えてしまいがちですが、付き合ううちに実は心優しく、話題が豊富で面白い人だということが分かってもらえます。また本来は控えめなのですが、この人と仲良くなりたいと思ったら、驚くほど積極的に相手にアポイントを取って知り合いになるところもあります。人の言ったことには敏感で、自分の意見もはっきりしているので、人とトラブルになりやすく、怒ったら自分から決して折れないので、対立関係は長引きそうです。次に城島茂さんの運勢を見ていきたいなと思います。頭脳明晰で優れた判断力を持ち、若いうちからある程度の成功を収める人生です。ただパワーが強すぎて安定せず、浮き沈みが多くなり、良好な人間関係を築いて維持していくのに難しさがあります。時に爆発することもあって、人が引いてしまったりすることもあるので、注意しましょう。意見を言う時も自信があるので強めに言ってしまい、反感を買って悪循環になりがちです。プライドが高いところがあまり出ないように気をつけ、トラブルが起こっても逆切れしないようにすれば、孤立することは避けられるでしょう。健康面はストレスを抱えやすく、体調もそれによって左右されます。環境を整え、健康管理をしっかりしないと大病につながります。家族はお互いに依存し合って、いい時はいいものの、問題が起きた時は負担が相当かかって大変です。今回は TOKIO の城島茂さんの性格と運勢を見ていきます。どうも、今回は TOKIO の永瀬智也さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。永瀬智也さんの性格は、天から才を与えられ、常にトップを歩むリーダー的な性格です。独立心があり、創造性があります。明るく元気で、人を引きつける魅力があり、多くの人を率いていきます。野心家で行動力があり、人を支配することに快感を得ていますが、その一方で面倒見がよく、困っている人がいたら放っておけず、自分がたとえ不利と分かっていても助けてあげる優しさもあります。普段はおおらかな性格ですが、機嫌が良くない時も割と多く、気に入らないことがあると人が一変し、気が済むまで相手を攻撃します。その激しさに周りを驚かせますが、しばらくすると何事もなかったかのようにケロッとしています。自己中心的ですが、そういう人だからと憎まれることなく、みんなから愛されます。協調性があり、人当たりがいいので、みんなから好かれます。中途半端に人に頼るようなことはせず、自分のことは自分でやるといったしっかりとした面があります。人には優しく、自分ができることはとことんやってあげようとします。中には他人のことばかり構えすぎて、自分の才能を生かしきれずに終わってしまう人も多いようです。知的好奇心が旺盛で、新しいものを知ることが何よりも楽しいことです。頭がきれい、知識も豊富で、いろいろなことを考えますが、いざ実行するとなると躊躇するところがあります。理想ばかり先走って、経済的な感覚を欠いてしまい、
社会と溝ができることもあるので注意しましょう。次に永瀬智也さんの運勢を見ていきたいなと思います。博学で何でも知っていて、見た目も素敵でかっこいい存在として注目されます。能力があるにもかかわらず控えめすぎる性格から生かしきれず、もったいないことも多いでしょう。自分は過小評価しすぎて目立つことが苦手なので、どうしてもアピール不足になりがちです。人当たりが良く社交的なのですが、欲が薄く競争心もないために、せっかくの人脈があっても生かして社会で活躍しようとまで思いません。また努力が苦手で器用に何でもできる割には、内容を深めるまでには至らず、誰かに強制的に支持されない限り頑張ることはないでしょう。経済的には真面目に働くので安定します。健康面はエネルギーが不足し無理が効かないところがあります。家庭運は基本的に良好ですが、異性の誘惑に弱いのでトラブルには気をつけてください。今回は TOKIO の永瀬智也さんの性格と運勢を見ていきました。どうも、今回は TOKIO の松岡昌宏さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。松岡昌宏さんの性格は、正義感が強く正直で筋の通らないことは許せない性格です。真面目で融通が効かないところがあり、自分が納得しないことはまずしません。自分に対して人に対してもいつも正直に生きたいと考えています。時には自分が不利だと思っていても、正義のために自分よりも力が強い人と戦うこともあります。また美しいものや綺麗なものが好きで、鑑賞する力に優れます。自分の身の回りも整理整頓していつも綺麗にしています。才能が豊かで自分に絶対的な自信を持っています。努力を惜しまないため、目標を達成して社会的に活躍していくでしょう。ただ我が強いため、苦労が足りないと傲慢でわがままな面が出てしまいます。妥協できるところはぶつからないで妥協していく必要があります。謙虚さを心がけないと、せっかくのいい運気も落ちてしまうので気をつけましょう。自分の人生だから、やりたいように自由に生きたいと考え、極力しがらみのないようにしています。人に支持されたり束縛されたりするのが大嫌いなので、上下関係のはっきりした集団の中では生きにくいところがあります。本来控えめな性格なので、自分と合わない集団にいると意見を言えぬままストレスだけが溜まってしまいます。気分にムラがあり、急に弱気になったり急に暴れたくなったりするので、抑えるのが大変です。率先して人の前に出るようなことはないものの、能力が高いためにいつの間にか責任のある役割を任されてしまうことも少なくないでしょう。次に松岡昌宏さんの運勢を見ていきたいなと思います。運の強さと勇気を持ち、人の上に立って指導者として力を発揮し、富と名声を得られる人生です。知恵があり、どんな状況でも冷静に瞬時に判断することができるため、道を誤ることがありません。性格も温厚で面倒見がよく、会話も楽しいので、いつも多くの人が集まってきます。頭脳明晰で意志が強く、一旦自分が決めたことは最後までやり抜くため、仕事でも相当な成功を収めるでしょう。特に実業のセンスに恵まれているため、事業家として大成する人も多いです。自分のことだけでなく、世の中全体が良くなるように、人々の暮らしが良くなるようにと願い、社会に貢献します。健康面は良好で問題なく、肉体的にも精神的にも安定しています。ただし健康すぎるあまり過信して不節制をしないように気をつけなければなりません。家庭運も良く、家族を守り良い家庭を築いて発展していくでしょう。今回は TOKIO の松岡昌宏さんの性格と運勢を見ていきました。どうも、今回は TOKIO の国分太一さんの性格と運勢を見ていきたいなと思います。国分太一さんの性格は、意志が強く人に惑わされることなく一つのことを貫く性格です。自分の信じた道を
人に頼ることなく歩んでいきます。そして一度決めたことは最後まで諦めません。有言実行型で、先々を見通した計画をしっかり立て、大胆かつ慎重に行動していきます。たとえ困難があってもくじけることがなく、パワーと知恵がありますから、軽々と乗り越えていきます。運を自分で引き寄せ、チャンスをつかみます。仕事をバリバリとこなしていき、若いうちから注目を浴びて成功するでしょう。時にはやや強引に物事を進める面もありますが、謙虚さをアピールするようにすれば、多くの人がそれを支持して力になってくれるので、最終的には自分の思い通りの成果を上げます。目標設定を高くすればするほどやりがいを感じ、成功は大きくなります。で、次に国分太一さんの運勢を見ていきたいなと思います。スター性があり、どこに行っても注目を浴びる存在で、輝かしい人生を送ります。平凡という言葉が似合わず、生まれつき人とは違った何かを持っています。他人より自分がどうしたいかが明確で、目標を定められたらそれに向かって突き進む強さがあります。多少強引なところもありますが、次々と不可能を可能にしていくでしょう。意地悪をされたり、人と対立したりしても、見た目の柔らかい優しいイメージと全く違い、一歩も引かない強さがあります。ファッションセンスが抜群で、着るものやアクセサリーなどで自分をよく見せるように着こなすことが得意です。健康面はムラがありますが、もともと健康なので、暴飲暴食をせずに睡眠をしっかりとれば改善されます。家庭運も良く、家族が良き理解者となり支えてくれます。今回は TOKIO の国分太一さんの性格と運勢を見ていきました。